こんにちは。うぷ主カエル枕代理のゆっくりパチュリーです。今回はここ岡山駅から国鉄型最後の特急やくもに乗車いたします。381系の雄姿をぜひご覧くださいね。それでは本編に参りましょう。ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。やくもの優先には時間があるから色々撮影しましょうか。湘南色の115系がいるのぜ。向こうから魔理沙のお仲間がやってきたわね。誰がマキヒロだ誰が。でもいずれこの車両たちも置き換わるんだから邪険にしちゃダメよ。こちらは213系ね。西日本の車両は初めて見たのぜ。岡山着のヤクモが入線してきたわね。あれが一旦引き上げてその後にこっちに入線してくるんだな。そういえば3月19日から駅限定だけ国鉄色に塗り替えられるのよね。今年中に会いに行きたいわね。先のことより今は目の前のヤクモなんだぜ。まあそれもそうね。パノラマグリーン編成なんだな。ウプ主は一度乗車したことがあるけど動画にはしていなかったからね。しかし特急といえばやっぱりこれよねこれ。もちろん今の特急車両もいいもんだけどな。いつ見ても惚れ惚れするわね。一昔前は同じ顔がそこら中にいたのにね。津山線のタラコがいるのぜ。ヤクモが入線する前にまずこの糸崎行きのマリサが入線してきたわね。おのれまだよか。マッキー色が12時56分発だからそんなに余裕はないのね。さっさと出ていくようマリサ言ってくれない？いい加減しつこいのぜ。しかしねー、こうしてみると。どこもかしこも。マッキー色だらけなのよねー。だからそこでなぜ私を見るんだぜ。あ、117系ね。しかしここにいるけどいいのか？グリーン車の乗り場なんだぜ。はいこれ。パノラマグリーンに乗車するのね。しかもちゃんと終点までなのぜ。それに全面展望も確保したわ。いよいよやってきたわよ。全面展望楽しみなのぜ。ただし席は10時打ちでもダメだったから A 席よ。まあバラバラだろうから大丈夫でしょ。ハイデッカー構造になってるな。 A 席だから2列席の窓側よ。国鉄車らしい重厚感ねー。肘掛けテーブルを出しておきましょうか。そういや昼飯買ってきたんだったな。仕方ないけど少し小さいわねー。岡山の名物が一遍に食べられるわよ。岡山さんのジンを使ったジントニックを試しに買ってみたのね。よく揺れるのに大丈夫かいな。いよいよ発車したわね。全面展望はこんな感じになるのぜ。いろいろ試行錯誤してみるわよ。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急ヤクモ13号いつも行きです。止まります石と到着時刻をご案内いたします。次の倉敷には13時16分、備中高橋13時39分、新見14時13分、庄山14時42分、米子15時19分、安木15時28分、松江15時43分、玉造温泉15時50分、終点少し16時9分に着きます。続いて車内のご案内いたします。列車は前から1号車2号車の順に、一番後ろが6号車です。グリーン車は1号車、自由席は4号車5号車です。全車両禁煙車です。トイレ、電気でのタバコもご遠慮ください。
お手洗い洗面所は1号車、2号車、4号車、6号車にございます。女性専用のお手洗いは4号車とございます。携帯電話のご使用についてお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話は電気でお願いいたします。ご協力をお願いいたします。車内販売の営業はございません。また自動販売機もございませんのでご了承ください。座席と通路の洗面所に段差がございます。車内の移動の際には足元にお気をつけください。お知らせいたします。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審物や不審な行為にお気づきの場合には駅係または乗務員までお知らせください。なお車内に非常ボタンを設置しております。車内で緊急事態が発生した場合には非常ボタンを押して乗務までお知らせください。車掌は JR 西日本南京線です。終点鹿児島でご案内いたします。ご用がございましたらお気軽にお越しください。次は倉敷です。出口は右側です。13時16分に着きます。それじゃあ岡山の幸をいただきましょう。デザートにきび団子まであるな。さっきのジンは甘すぎたから酒はこいつよ。うぷ主の好きな酒一筋の岡山城ね。お土産用ね。役もで吐くなよ。倉敷までは山陽本線だから線形もいいわねえ。お酒をたしなみながらのんびり山陽寺を進むのもいいわねえ。飲みすぎんなよ。倉敷に到着したわ。ここまでは前座みたいなもんだな。白尾線に入ってからが本番ね。水島臨海鉄道の倉敷市駅と車両が見えるな。ここからじゃ形式まではわからないわね。赤と黒のカラーリングだから MRT300 型の50周年記念と装飾ね。元国鉄の機動車たちも見てみたかったわね。倉敷を出ると山陽本線と分かれて右に分岐していくのぜ。いよいよ白尾線に入っていくわ。次の停車駅の備中高橋までは副線だから交換待ちもないしね。ご乗車ありがとうございます。特急やくも13号いつもし行きです。次は備中高橋です。出口は左側です。13時39分に着きます。しばらくは高橋側に沿って走行するわ。向こうに見えるわ新幹線ね。倉敷から少し離れただけでもうこんな景色なんだな。東上通過ね。吉備線や茨原鉄道茨原線は乗り換えよ。茨原線は福塩線の神鍋まで伸びてるのぜ。山奥に向かうにつれてこんなカーブも増えるんだろうな。まだまだ序の口なのよね。親戚取れなくて残念だったけど景色はこっちの方がいいわね。でも山陰本線に出てから新事故は見れないわね。確かに右側はご覧の通り壁なのぜ。まるでマリサね。どういう意味だなもこらたここら。備中高橋です。岡山からここまでの列車も多数あるのぜ。あら、213系がいるわね。真っ黄色じゃない車両を見るのは新鮮ね。新見までは乗り入れるからね。あ、ここからは基本ずっと単線ね。基本ってどういうこった？ほんの少しだけ伏線の区間があるのよ。紹介できたら後で紹介する予定よ。撮影していたかしらね。おい。停車？備中高橋の隣の木の山で運転停車ね。また213系が見えるわね。まあ単線区間だから仕方ないわね。特に急がないってか。でも381系は振り子搭載だから白尾線内も飛ばすわよ。また止まったぞ。木の山の隣の備中川もでも交換待ちのようね。やってきたのは八雲のようね。出雲市からご苦労さんなのぜ。また伏線になってんな。いくら駅から石田駅の間だけ伏線なのよ。石田駅を今通過中だけれど見てみなさい。
確かに単線になっちまったのぜ。もうあとは3人本線に合流するまでずっと単線ね。しかしなぜこの区間だけ伏線なんだろうな。今はいくら石田間はトンネルでほぼ一直線だけど、昔は高橋川に沿ってくねくね蛇行していたそうよ。新線にしたついでに伏線化したのかしらね。事情をご存知の方はご教示いただければ幸いです。交通の要所に2に到着するわね。真っ黄色がたくさんいるな。お仲間がいっぱいいるわよ。いい加減にせいや。ナイスマッチング。まだいるか。マリサの家でもある2に列車区を過ぎると鬼神線が合流してくるわ。お前もか紫もやし。ここが2に駅ね。出雲島ではまだ先は長いわね。警備線や鬼神線はお乗り換えなんだぜ。乗り換えするほど本数が。それ以上はいけない。お、あの駅は白尾線は全通過する布原よ。定尾線だけ停車するわね。定尾線の起点備中工事路駅ね。左の線路が定尾線だな。定尾線がどんどん離れていくわね。あの線路の先はビンゴ落合引いては広島ね。足立駅では上りや雲が待っててくれてるわ。お待たせしたのぜ。岡山まで頑張ってね。よく見ると編隊連結してるな。4たす3の7両編成かしら。そんなに需要があるのかしら。白尾線内では岡山の最北端新里駅ね。こことか三岩見の間にある丹田川が分水嶺ね。お、こんなところに撮り鉄がいるのぜ。分水嶺の案内放送もあるわ。取り損なってるじゃねえか。丹田川トンネルを越えたら鳥取県に入るわね。トンネルまでは川の流れは岡山寄りで、トンネルを越えたら鳥取寄りになるわ。トンネルを抜けたらそこは鳥取県だぜ。あと1時間もしたら鳥取どころか島根に入るわね。しばらく走ると上岩見駅なんだけど、こんなところで EF64 が見れるとは。そういえば白尾線って幹線だったわね。貨物列車も1日4往復設定されているわ。山間部だと雪がそれなりに残っているわね。グリーン車はご覧の通りなんだぜ。先頭以外ガラガラよねー。岡山から約1時間40分で庄山に到着よ。ここに停車するヤクモはネオ駅は基本通過するわね。一部のヤクモは両方停車するな。今度は日野川沿いを走行するわね。上杉駅ではあいつの姿が。こいつほんとどこにでもいるのぜ。キハ120型の炭鉱ね。ネオ駅でも上りや雲とご対面ね。今日だけで随分381系を見られたわね。こいつがいなくなったら何が充当されるんだろうな。2024年春に新型の273系が運用に着くらしいわ。
伏線になってるってことは信号場かな？上溝口信号場よ。こうおっつい、タイガーバズーカじゃ。それは28歳の高校生ね。デコゲー懐かしいのぜ。あや鬼か？宝器町のランドマークよ。鬼っ子ランドの鬼の像ね。三輪自動車道の下を通ると時期に三輪本線と合流するわ。しばらく直進してその先で左にカーブすると宝器大山駅なのぜ。右側から三輪本線がやってきたな。くねくね蛇行の白尾線もこれで終了ね。それなりにお酒をたしなんだけど別に酔いもしなかったわね。だからといって視聴者様方はうぷ主の真似はしない方がいいのぜ。二十歳以上の方は自己責任でお願いしますね。ついに宝器大山までやってきたわ。ここから安来までは伏線ね。さらに言うなら鳥取から出雲市までは高速運転も可能だな。そしてネズミ男駅に到着ね。正確にはそれは境線の駅としての愛称ね。出雲市まではあと50分ぐらいだな。米子時点での隣の2号車指定席の様子よ。これだと減便されても仕方ないのかな。ダイヤ改正後一部列車が週末にしか運転されなくなるしな。いかにも国鉄然とした感じがたまらないわね。本来座席の後ろにフットレストがあるんだけど、座席がないからその代わりにこういうことになっているのね。八雲は島根県に入って安来駅に到着だな。安来といえば安来節。鼻に割り箸入れて土壌すくいするやつだっけか。もともとは一文線だったそうよ。そして再び単線に、白尾線を乗り通したせいかめちゃくちゃ前傾がよく感じるのぜ。まあこの区間は120キロで吹っ飛ばすことが可能だしね。進行方向右側には中海が見えるわよ。東側は日本海と繋がっていて西側は宍道湖に通じているわ。中海も宍道湖もいわゆる一つの汽水湖だな。東松江から松江の間はまた伏線区間になるわ。右側の川は中海と宍道湖を結んでいる大橋川ね。ここが島根県の県庁所在地松江だな。いつか市畑電車で出雲まで行ってみたいわね。松江宍道湖温泉駅は少し離れているのよね。宍道湖湿疹食べたいわねー。宍道湖で獲れる7種の魚介類だな。スズキ、モロゲイビ、ウナギ、ワカサギ、シラウオ、コイ、シジミのことね。停車駅玉造温泉よ。温泉の玄関口だけあってそこそこ特急も停車するのぜ。でもサンライズはスルー。ここでも八雲号と遭遇ね。次は終点の出雲市。出雲市です。出口は右側です。16時9分に着きます。隣の木町駅までは伏線ね。その先はずっと単線区間よ。宍道湖の青亀に染みるわねー。
限りなく青く透き通った心が空よりも鮮やかね。心のオルゴールも響いているのぜ。グリーン車内は最終的には米子からこのままだったわ。ウプ主含めて二人だけ。庄原駅ではタラコと遭遇なんだぜ。タラコの反対側の線路は撤去されちゃったわね。島根県初の京城駅直江を過ぎればもう出雲市はすぐね。画面右側の建物は閉鎖された旧駅舎ね。電鉄出雲市駅に何回いるのぜ。お下がりじゃない正真正銘自社発注車の7000系ね。四国の7000系をベースにしているわ。いよいよ終点出雲市に着いちゃうな。確かに揺れはしたけど酔うほどではなかったわ。今度は国鉄色編成にも乗りに行きたいのぜ。せめて撮影だけでもしておきたいわね。今度は普通車で用か確認してみましょう。そういやこの後どうすんのぜ。駅前でお風呂に入ってその後お蕎麦をいただこうかなと。まあもうお分かりだとは思うけど、この後チャンネル登録者2000人記念でサンライズに乗車したんだよな。岡山で新幹線降りた時点でバレバレだと思うけどね。お名残惜しいけど下車するわよ。絶対また乗りに来るのぜ。